こんにちは。大人のための美容室プライムハーツです。今回は美容室のカラーとホームカラーの違いについてお話ししたいと思います。まず配合されているアルカリ剤の違いがあります。一般的に美容室のカラーは髪や皮膚へのダメージを抑えるために自然に蒸発するアルカリ剤をメインに配合しています。そのため匂いは強く感じますが髪に残りにくいというメリットはあります。また最近の市販のホームカラーはツンとした匂いを解消するため匂いの少ないアルカリ剤がメインで配合されています。匂いは少ないですが髪皮膚に残りやすくダメージにつながりやすくなります。以上のことが美容室のカラーとホームカラーの違いになります。よく理解した上でカラーを楽しんでください。もしカラーでトラブルあった方はプライムハーツで検索、こちらでまずホームページでご覧ください。また LINE アットも始めましたので、そういった悩みのある方は登録していただき、ご相談にも乗りたいと思います。登録していただいてご質問ください。また登録ご予約までしていただきますと、当店2大特典として、当店大人気の炭酸泉スパが無料、また初来店の方は施術料が 15% オフと大変お得な特典もご用意いたしております。皆様のご来店心よりお待ちしております。では